はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきましょう。今回は、ホッピーのですね、業務用ホッピーが、そこら辺のね、酒屋で売ってたので買ったんですよ。はい。それでですね、調べたところによると、まあ基本的に、味は普通のものと変わんないらしいんですけど、ネットで調べるところによると、なんか、ワンウェイ便の、これは業務用のやつなんですが、業務用じゃないやつと飲み比べると、味が違うらしいという話を聞きまして、まあ今度ですね、これの通常のやつ買ってきて、飲み比べたいと思います。とりあえずね、普通のね、ホッピーをね、業務用ホッピー。を普通に飲んでいきたいと思います。で、こちら。あ、そう、最近っていうか今日届いたんですが、じゃん。これサーモスの、真空タンブラー、断熱タンブラーですね。こちら 600ml とでかいやつを今日買いまして、これもですね、600ml のグラスなんですね。あ、ね、600ml ぐらいだとちょうどいいかな。だいたいちょうどいい。グラスはね、やっぱホッピーはね、まあ、ちなみにこの業務用ホッピーは普通のホッピーのよかですね。30ml 多い。これ 360ml。通常のワンウェイ瓶のやつは 330ml なんです。ただし、値段が高かった。普通のホッピーだいたい100円なんですけど、これ148円して、高っと思ったんです。高いよね。さすがに。高い。ほら、ぴったんこぐらい。ぴったんこ。360でぴったりだったから、330のやつだったら、うん。ぴったりだ。全然大丈夫。余裕ある。やっぱ 600ml ぐらいは必要ですね。コップの容量は。高い。148円は高いわ。でも、せいぜい120円ぐらいかなと思った。それじゃあ、乾杯。味は、ちょっとわからない。ホッピー。ああ。うまい。まあ、ホッピー。結局、ゴーゴーホッピーっていうやつもあるんですけど、ゴーゴーホッピーも高いですね。141円。アマゾンだと141円。ゴーゴーホッピーも美味しいんだけど、何が違うかって言われるとあんまりわかんない。もうついでにこのゴーゴーホッピーもあれか。飲み比べっか。まあ、いわゆるプレミアムホッピーってやつですね。うん。あんまり違いがわかんない。まあでも、これも中身が同じって言うけど、ビールだって缶と瓶の味だと違うじゃないですか。あれと多分似たようなもんだと思います。ネットで調べると、瓶とやっぱ缶の味が違うとか、瓶の方が美味しいとか、よくあるんですけど。でもちょっと業務用ホッピー高いな。なんでさ、業務用の方が高いんだろう。よくわかんないよね。普通さ、だってさ、業務用スーパーとかさ、あるじゃん。あっちの方安いでしょ。それなのになんで業務用の方が高いんだろう。わかんない。それだったら普通にワンウェイ便で使った方がいいよ。100円で買えるし。だって150円もしたんだよ。148円だよ、これ。おかしいでしょ ?30ml たった、あれなだけですよ。30ml 多いだけで、50円、1.5 倍ってすごい、ちょっとそれはない。もうちょっと安いとこないの？業務用ホッピー。瓶1本10円か。瓶1本10円。ホッピー業務用と一般向けの味が違う？都市伝説。うん。らしいです。まあ。ね。だってね、さっきも言ったけど、缶のビールと瓶のビール、眺めは一緒だけど、ね、味違うしね。全然違うからね、味ね。本当に。本当に全然違うんだよ。スーパードライ、同じスーパードライの瓶と缶だと全然違う。ああ。いや、本当になんか、そうらしいですよ。なんかブログにいろいろ書いてあるわ。市販品のホッピーは甘いらしい。で、ファンの方、飲み比べし、見てみて、本当の話、より一般受けすることを狙っての結果じゃないかと、小生勘ぐります。だって。そして、業務用ホッピーをもっと市場に出回るようにたくさん生産してほしい。うん。で、この人が言うにはですね、業務用馴染みの酒屋で3000円、30本入りのワンケースで3000円かからないらしい。めちゃくちゃ安い。100円してないじゃん。で、さらに、空き瓶と、プラスチックのケースが、200円で売れる。で、空き瓶がこれ1本、10円で売れるから、30本入りだから、300円プラス200円で500円バックする。だから、3000円かかんないってことは、マイナス500円して、2500円で30本買えるってすごいな、ここ。どこだよ、ここ。俺、行きたいわ。ね。だから2500円で30本入りってことはですよ。むちゃくちゃ安いじゃん。いいなぁ。なんで俺148円で買ったんだろうって。よくわかんないんだけど。2500÷30で83円だよ。1本あたり83円で買えるんだよ。すごくね？しかもこれだよ？これ。業務用ホッピーがあるよ。うん。うん。そして小生言いたいのは次の点です。資源の有効利用という意味からも、費用の点からも、味わいという観点からしても、市販品のホッピーは売れるべきじゃないと思う。うん。何か？これなんて読むのこれ。これなんて読むかわかんない。イカ？それとも何かい瓶を回収して洗うのが面倒だとでも言うつもりまさかだよね。いや、俺もこの人と全く同じ意見ですね。まあ、俺これ148円だったから、もういいわってなるけど。この人の言うように、1本業務用 360ml 入りで、馴染みの境で3000円かからないっていうところだったら、もう、いわゆる定価がまあ決まってるわけですよね。おそらく俺が今日買ってきたこちらの、ちなみに10本買ってきたんですけど、最初は1ケースくださいって言ったんですけど、1本いくらですかって一応聞いたら148円ですとか言って、と思って、なんだって、金がっていうか、148円ってよくよく考えたら俺3000円ぐらいしか金今持ち合わせねえんだけどって。なって、いや、やっぱり10本でって言って、頼んだ、手前、ちょっと買わないわけにはいかなかったんで、本当は5本ぐらいにしようかなと思ったんですけど、10本にしたんですけど、しくったなぁ。まあ、深く考えないな。うん。いや、本当にさ、本当にホッピービバレッジの方、この4つ目見てたらね、まあ、業務用がやっぱり関東限定っていう時点でまあ、あれなんですけど、うん。もうワンウェイ便を俺の中で配置してもらいたいよね。うん、あえて。うん。で、定価がいくらかは知らないけど、まあ、業務用だから、普通のワンウェイ便が安いとする。まあ、安いんだろうな。そしたらまあ、100円ぐらい。うん。定価100円にして、もう全部ワンウェイ便廃止してしまえばいいんですよ。ここに書いてあるけどね。商社は、リサイクル運動に協賛していますって書いてある。だったらお前、ワンウェイ便なんていうね、なくせばいいんだよ。なんでワンウェイ便とかさ、一番環境に優しくないような。ね。ワンウェイ便っていうのは、もういわゆる、一回、座ったら捨てる系のやつですよ。なんであんなのがあるのか。でもこの人むっちゃくちゃ安いな。ここの人の酒屋いいな。ネットだとさ、30本入りでさ、4000円するんだよね。アマゾンで4000円するんだよ。いいな。いいな。あ、業務用ホッピーやっぱり100円って書いてあるわ。うちが栄で実際に購入した金額100円。で、家庭用のホッピーが、俺のよく行くスーパーだと103円とかだな。消費税込んで103円ぐらいだから、消費税込まないで多分95円ぐらいじゃないの多分。うん。安い。いいな。業務用これ100円で買えるんだってすごいわ。148円っておかしいだろ、絶対。絶対極悪だって。絶対ぼったくり。で、味が、業務用ホッピーの方が美味しいという噂がネットでちらほらあります。あ、この人は実際に家庭用と業務用を飲み比べましたが、同じ味でしたって。うん。まあやっぱそういう人もいるんですね。なるほど。やばい、ちょっとあれだな。うん。まあ、ちょっと酔っ払ってきたな。でもネットで見る限りだと、業務用ホッピーってそもそも売ってないんだよね。ネットでもあんまり。やっぱり。送料無料とかのとこだと売ってないんだよね。俺がよく見る格安とか、あと山屋の宅配とかだと売ってない。ですよ。格安。ホッピーでググると、通常のホッピーしか売ってない。まあ、あと55ホッピーね。業務用のやつは売ってない。ちなみに格安だと税込み121円。高い。だがしかし、どこだ？山屋の宅配。山屋のオンラインショップだと、ホッピーが、確か103円で売ってたはず。単品が103円。税込み103円ですね。でも、ここでもやっぱり業務用は売ってない。で、ケース買いしても、まあ、基本変わんないですね。多分、ワンウェイボトルだと、ケース買いしても、ケース買いこれ税込み2448円。ケースが、プラスチックのケースが200円ぐらいで売れるのかな？それはわかんないけど。どうなんですかね。業務用じゃないんだから、ケースで買っても結局、多分意味ないんだと思う。普通にケースで買って24本入り。ってことは多分、業務用じゃないから多分意味ないんだろうな。あれできないと思う、多分。あ、これ、そもそも通販ができないの。宅配しかできない。いわゆる、俺頼めないっぽいな。通販×って書いてあるから、これ多分、近場じゃないと運んでくれない系か、これ。あらあら。まあでもどちらにしろ多分、あれですね。業務用じゃないから、多分ケースが200円とかで売れるとかではなくて、そもそもケース自体がなくて、普通に箱だけで詰められて届けられる感じなんじゃないかなとは思うんですよ。うん。やっぱワンウェイ便だと多分そういうのだと思う。おそらく。そして、まあそんなもんですかね。うん。で、全く関係ないんですけど、今日ですね、実は人生初のですね、あれに行ってきました。なんだ。美容院に行ってきましてですね。でもなんか、美容院と、いわゆる、なんだ、床屋っていうか、なんか、うん。で、違いが、なんか、店の前にあるなんか、くるくるってした赤とき、青のやつ。くるくるってついてるのが床屋で、それがないのが、美容院だって聞いたんですけど。で、美容院っぽいんですけど、そこなんかメンズサロンみたいな感じで、そう。なんか、お客さんが9割男で、女が1割みたいな感じらしいです。それでですね、まあ行ってきたんですが、こんな感じになりました。まあ今まで坊主だったんですよね。今までずっと坊主で。で、なんか、なんて頼んだらいいかわかんなかったんで、とりあえずなんか、似合いそうな髪型で、みたいな感じで、言って、そう、こんな感じになってきたんですけど。まあなんかワックスっていうかジェルワックスをつけてもらって。うん。まああんまり、今まで坊主だったから坊主が伸びた感じにならないように、みたいな感じで言ってやってきたんですけど。まあでも普通に安かった。4000円ぐらいで済んだ。あ、安ーと思って。もっとかかると思ってたんですけど、全然かからなかった。あ、すごいな。今までずっと自分で坊主にしてましたからね。バリカンで。まあでも、普通に、うん、安いし。まあいいんじゃないですかね。ただ、俺結構、くすぐったがり屋なんで、なんかね、髭は剃ってもらわなかったんですけど、髭剃りされるとすごいくすぐったいんで、でも、なんかマッサージみたいのがしてもらって、なんかサービスでしてくれてたんですけど、それがくすぐったくって、肩のマッサージっていうか、肩の揉みほぐしみたいな。それがくすぐったくって、正直、ほんと髭剃りとかも首のあたりね、俺昔床屋でやってもらったんですけど、首のあたりまでやるから、くすぐったくって、俺それで一回怪我したことがあって、くすぐってって笑ってたらなんか切れて、首のあたり切れたんですよ。あんまりね、だから俺、もうやらなくていいって言って、まあそこのサロン、メンズサロンは、基本的に髭剃りやってもらうサービスもあって、まあ、なければそんだけ安いんですけど。まあ普通美容院ってやっぱり女性の店員さんばっかりなんところのイメージが強くて、あんまり、まあ逆なんですよ。普通、客層が9割女性、1割男性らしくて、それ行きたくないんですよね。女性の店員さんと何話していいかわかんないし、なんか、みんな客が女性だとすっげえなんか恥ずかしいんで。でもそこは、結構、まあ、聞いたらなんか床屋らしいっていうか、理髪店らしいっていうこと聞いたんで。え、ここ理髪店だったのみたいな。そうなんですよ、みたいな。なんか店長が両方の資格持ってて、なんか、みたいなこと言ってて、って。どう見ても、ね、理髪店じゃないんだけど、なんかよくわからない。でも、行ったら女の子と、家族連れで来てた人いたな。10歳ぐらいの女の子と、奥さんと旦那さんで来てた人がいて。で、ちゃんとそこの店は女性の専用のそのスペースもあるらしくて、みたいに、男性用とスペースが分かれてる。切る場所が分かれてて、ちゃんと女性もちゃんと迎え入れ系のとこだ。普通のところって美容院ってそんなのないですよね。もう女性ばっかりみたいな。男性用のスペースなんてないから。そこは行きやすかった。よかった。ということで、ホッピーちゃんですけども、まあ、これは別にもうレビューする必要ないでしょ。前飲んでるから。まあ、普通のホッピーと、まあ、変わんねえかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。